はい、どうもブリスベンの石井です。久々にね、フォーティチュードバリーステーションにやってきました。ちょっと見てください、これこの周り、これリノベーションしてるみたいで、こんな感じで、まあね、あの外からもね、改装してるなっていうのは分かってたんですけど、あのこんなにね、変わっちゃってると思わなかったですね。この駅降りたの何年ぶりかな。ちょっとなんか本当にどのぐらいぶりかも分かんないぐらい、あの久々なんですよね。今から私が向かうのはね、ニューファームパークっていうところなんですね。で、そのためにまあバスをまあキャッチしようとしているんですけれども、バスはね、196番っていうね、バスに乗ります。目抜き通りのブランズウィックストリートを歩いています。なんかここはね、結構なんていうのかな、本当ね、まあ雑然とした場所なんですよね。まあ、治安はね、そんなに良くないですね。なんかこんな感じ。またね、久々に来たんですけど、ここね、本当ね、前ちょっと前はね、もっとなんかこう、なんだろうな、シャッター商店街っていうか、本当なんかゴーストタウンみたいになってたんですよね。間に合うようにっていう感じだったんですけど、ちょうど良すぎてちょっと微妙になっちゃいましたね。あ、これニューファームパーク着きましたね。着いたんですけど、本当にね、もう結構暗くなってきちゃいましたね。もうちょっと見てください、すごい綺麗ですよ。ほら、なんかこうね、この時間じゃないと見れない色彩っていうのがなんかあるんですよね。ちょっとなんかサッカー少年みたいな人たちが、まあ、サッカーかなこれ。ちょっとなんか月が出たりなんかしちゃって。ちょっとね、あそこでなんか本読んでるおじいさんがいて、ちょっと絵になってますよね。並木がある方にね、少しゆっくり歩いていきますね。すごい、でも本当ちょっと私の顔じゃなくてね、ちょっとジャカランダをね、どんどん写していきたいと思います。ほら、すごい、この紫の絨毯、こんな感じで広がってるんですね。あそこでなんかピクニックしてる人もいるし、そう、今ね、ちょうどもうね、ジャストに日没なんですよ。この紫に霞んでる感じ、わかりますかね。すっごいですよね。もう道も紫、空も紫みたいな、もう空気がピンクっていうか、空気が紫みたいなね。もうすごい、辺り一面紫なんですよ。だからね、この夕暮れ時のね、花見結構いいんですよね。本当ね、花がすごいポト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 ね、散ってきてるんですね。まあなんか、そうですね、桜とはまた全然違った趣で、これはこれでね、すごい素敵なんですよ、本当に。桜もね、すごい恋しいんですけど、まあ、オーストラリアをね、好きになった一つの要因として、このジャカランダの木、これがありますね。これは本当に大きいですね。なんかね、この木を見ると、まあ桜も思い出すんですけど、まあでもまあいいかっていう感じ。まあ私はオーストラリアで生きていくんだなみたいな。いやー、なんかね、どこを切り取るか迷うぐらいね、すごいもう美しすぎて、あのヤシの木とかね、これがね、ブリスベンのベストシーズンの景色でございます。らしいよね。今ね、あそこのね、インド人の女性とね、お話ししてて、さっきね、写真撮ってって言われて撮ってあげて、でね、今から行くところね、ウィルソンズルックアウトって、あれアウトルックか、ウィルソンズアウトルックっていうところなんですけど、
まあ、ジャカランダの木がね、まあ、数本あって、でその後ろにね、ストーリーブリッジがバーンってこうあるようなところなんですけど、ちょっとねもうねお花終わっちゃってるっていう風にね、あそこのさっきの女性がねおっしゃってたんですねもうなんで先週行かなかったのかな。まあでもちょっとお花終わっちゃったって聞いたんですけど、ストーリーブリッジのねライトも点灯してるかと思いますので、ちょっとねさささっと行ってみようと思います。降りてウィルソンアウトルックに行きます。もうねここはね本当ねもう超高級住宅街、なんかオークションみたいな建物がねいっぱい建ってるんですねまあね、まあ、立地がねだってもう本当にもうストーリーブリッジがすぐそこですからね、隙間からストーリーブリッジがちょろっと見えちゃうような感じのね立地なんで、まあねそれはねオークション行くでしょうね。これがウィルソンズアウトルックで、結構見物客というかここで黄昏れてる人いますね。ほらここすごいでしょ、ほらバーンね、絵はがきの景色。今日はちょっとこのビデオにあんまり綺麗に映ってないかな。レインボー、3色に光ってますね。いやー美しいブリスベガスですよ。でこの下にね、前私が一人飲みで動画撮ったフェロンズブリュワリーっていうね、マイクロブリュワリーがあります。まあフェロンズって書いてありますね、橋のすぐ下になんか文字が書いてある屋根なんですけど、あそこでビール作ってますね。意外といい塩梅の時間に来れたかもしれないですね。これね、暮れなずんでるいい感じです。なんかここだいぶ整備されましたね。確かに花はもう全然ないですね。残念。黄昏れている2名の OG 男性ですね。なんかすごい都会にいるような感じしますよね、これだけ見るとね。大して都会じゃないんですけど。ここからね、今下に降りられるようになってるんですね。下を降りて歩いてシティまで行ってみようかなと思います。なんかこっから降りるみたい。エレベーター乗ってる人いますね。ちょっとあの人たちとずらしていこう。いやー綺麗ですね。元気な足腰がありますので私は階段で降ります。ここからの眺めもいいですね。なんかちょうどいい感じの画角に収まる。サクッとね降りてきました。ちょっとね今から川沿いをお散歩して、まあ、セントラルステーションからお家に帰ろうかなと思います。だいぶ水に近づきました。っていうかね、本当一昨日と昨日とね、すごいものすごい嵐が来たんですよ、ブリスベンにね。だからもうなんかお水がもうタップタップ、もう満杯状態ですね。でまあこれ多分満潮だから、まあ、ちょっとねチェックしてないんですけど、まあでもまあ大潮も結構近いんで、まあ、そういう影響もねもしかしたらあるかもしれないんですね。いやすごいな。繁盛してますね、本当にここのブリュワリー。
今ここね、リバーサイドっていうあのフェリーのターミナルにいるんですけれども、イーグルストリートピアって言って、川沿いイコール高級レストラン街なんですね。まあ、ちょっと大人な感じのね、バーとか、まあ、クラブじゃないけど、まあ、ちょっとね、あの、まあ、集まるところがあったりとかするんですよ、この辺にね。だいぶね、さっき遠くに見えたビルが近くに来ました。すごい、都会っぽい。なんか臨時休業しちゃってます、ここの船着き場。から川沿いから抜けました。でね、今から駅に向けて歩いていきます。今ね、あのセントラルステーションにやっとたどり着きました。ちょっとね、寄り道あちこちしながら駅に着いたって感じですね。じゃあこれからね、お家に向けてあの電車に乗って歩いて帰っていきたいと思います。